なんとか生き延びたのか。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一壺は俺のこの手で差し出しますよ親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために空の一壺が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで空の一壺を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく空の一壺の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までの
動いているらしいということです。大見連合、やつらも殻の一つも。ええ、その大見連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが、一人ででも蒼天堀に行く。殻の一つもの持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一つぼを手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。